大谷、抜けたホーム帰れる石ころ、いててやっちゃった。大谷二塁で手を減るの打球が三塁線抜けるも審判の手に当たってその場にコロコロ。大谷余裕のアウト。大谷、一体何が起きた？石ころさー。うわぁついてねえ。めちゃくちゃやんけ。抜けたところまで見てホーム行ったんやろうな。これはアンラッキーや。これは審判が悪いわ。大谷悪くない。マチャドも首かしげとるわ。なんか知らんけどアウトになっちゃった。ラッキーって顔やな。石ころも気まずい顔してて首サワサワしとるわ。やっちまったって顔してるなう。やべえ、この試合負けたら絶対叩かれる。ドジャースに勝ってもらわんと審判が大炎上するからドジャース勝つしかなくなった。